はいどうも鈴木です。今日も今日といった8日落ちやっていこうかなと思うんですけども、今回は、やる前に8日落ちのガチャを引いていこうかなと。ダーツルーレット、これ絶対やるっしょ。うん、ただ俺30回来たところで30個1じゃないわ、あのメダルないから意味ないんですけど、でもそれでもやるっすぞこれさ。てか今思ったんやけどさ、鈴木とさ、鈴子の方ってさ、メダルって共有されてないよな。あれちょっと待って、されてんのかな。さあ何回、8回 ?8 回や、6回や。え、ちょっと待って、6回俺こっちでさ共有されてなかったら無理だと思うんだけど、あ、共有されてない。ちょっと待って、これ郵便局行ったら逆に鈴子側のやつがもらえるかもしれない。ちょ、一回郵便局行ってみよう。これかな、受け取るかな、受け取れるかな。あー、マジ無理。こっちは分かんねえし、なんかパスワード、じゃあちょっと待って、パスワードここでちょっと探ってみっか、一回ちょっとパスワード調べてみっか。なんか「としあきけつにぽ」っていうなんかパスワードがあるんだけど、これ意味が分からん。何なん、としあきけつにぽって。これでスペシャルコイン来ちゃう。で、いや、さらにこれどんどん取っていこう。8枚あったらいいねんけどな、これだけで。次、だるまさんが転んだ、これは分かりやすいな。おい、五つ星コイン、オッケー。次、満腹になっちゃえ。はい、あー、満腹コイン来た。なんか見た目変わってんな、満腹コイン。あとあるかな。あー、なんかなさそう。もうパスワードのもらえるやつ、なんかコインが、なんか他にアイテムもらえるやつはめっちゃあったんやけど、今なんか必要のないアイテムが多かったから、コインがもらえるのはこんだけさやな。まあせっかく俺メダルクソほど持ってっから、ガチのメダルちょっと銀行で登録するか。あと数枚なあ、これ、ドリームコインやってよ。召喚アプリにメダルが追加されました。あ、これめっちゃありがてえ。QR コード続けて読み込めんのめっちゃありがてえ。ガッツなめんこ、あれこれ違うわ、あ、これ多分メダルじゃない。古びたコイン、はあ、水かきレコード、あ、レコードはあんにゃん。あ、水色コインもらえた、ラッキー。なんやこれ、無限地獄調査報告書。え、無限地獄あんの結局。阿弥陀国録がないだけか。何のメダル登録したんや、じゃあ俺今。わからん。ちょっと俺なんかよくわからんメダル登録して、なんかよくわからないでもらえたわ。古びたコイン。じゃあとりあえずこれで回しに行くか。古びたコイン多いけどなんか。おっしゃ、回すぞ。まず何が出るから確かめていきたい。あー、黄色犬神出る。で、新オーバー。プラチナインコットか。竜神玉、鬼神のバッジ。五つ星コイン。はあ。うわ、なんか、あれ、なんか、吹雪姫の赤色バージョンみたいなやつがおるな。一つ星コイン、一つ星コインでも結構、当たり、大当たり枠なかなかいいやつ出んやな。古びたコイン。あー、ロボット系が出んのか、古びたコインは。え、これは満腹コイン。ドクター影村か。で、これはドリームコイン。ラストブシニャンパス。なんかアイテムか、スペシャルコイン。歌舞伎ロイドいんの、え、歌舞伎ロイドいるやん、中あたりのルビーリアンとか、やばすぎやろ。これガチャに詰め込みすぎやろ、というかこれ。どうしよう。満腹から、どうしよう、な、6回やろ。あ、8回じゃなかったわ。なんで、あれ8回と思った、6回か。じゃあ、古びたコイン2回、あとこれ4枚いくか。今ゲットしたやつ。まず古びたコイン2枚から。はい。ロボット系来たら結構ありがたいけどな。金なのに、金なのに、なんかさ、この書のやつ変わってんな。必殺技の書とかもかっこよくなってんな、見た目が。そもそも金か黒じゃないと妖怪出てこないじゃないですか。あ、でもこれ妖怪出てこないじゃないですか、これって確定で。お品書きが見えるのはいいねけど、赤とか、黒じゃない、赤とか青のワクワク感ないよな、あんまり。どれから行こう、これから行く。なんかラストブシニャンパスっていうのがよくわからないけど、これでゲットすることによって、この
ブシニャン、ラストブシニャンってやつをゲットできるようになるのかな。そういうゲーム要素があるのかな。青か、でも妖怪出てくるワンちゃん。あ、来た、おったまゲーター。いいやん、こいつ見た目めっちゃ。おったまゲーター、こいつめっちゃいいやん。こいつの名前は赤眼のゲータです。なんかアニメのタイトルでありそう。こいつ結構よくね、見た目好きやねんけど。うわ、なんか3見た目いいやつめっちゃ多いな。どいつ使うかめちゃくちゃ迷うわ。でもこいつも進化しそうな雰囲気あるな。じゃあこれ次満腹コイン行きましょうか。あ、自己中とか一旦ごめん。一旦ごめんっておったよな。なんか一回出てきたぞ、どっかの街で。普通に。まあまあまあ、なんか妖怪やったら出てきた言ってたら。あと残しますわ、スペシャルコイン、五つ星コイン。どっちも気になるやつがいるよね。まずはじゃあ五つ星コインからいくか。スペシャルコインの方が出やすいんやから、この辺の違い分からへんね。五つ星かスペシャルかどっちか分からへんのよな。さあ来い、金、妖怪、妖怪、妖怪、へい、妖怪やねん。それお前、伝統の帯ってなんぞ。しかも小当たりなん、金で。スペシャルコインラスト来い、妖怪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 、よし。ああ最悪。おっしゃ、じゃあクエスト受けていくか。で、調子堂のやつやっていこうかな。うん、これ先消化するわ。まあいつも通り3つぐらい倒せっていうミッションが来てみたいな。なんかよくわかんないけど、もしかして調子堂のおじいさんがピンチ。ずいぶんお急ぎのようですね。だんだん坂のお店に行くだに。まあ多分いつも通りやったら3種類ぐらいの妖怪倒せっつって、それでウォッチランク上げてもらうみたいな感じやろうな。調子堂でもランク上げれるやつよな。おじさん何かあったんですか。来たか、お前たちを呼んだのは他でもない、ウォッチランク上げたくないか。でもこの感じでいくとウォッチランク上げるのめちゃくちゃ時間かかるくない。なんだ、事件じゃないのか、がっかり。お前さん分かっていないな。そうだによ鈴子、妖怪ウォッチをアップデートすれば今までサーチできなかった妖怪も見れるようになるだによ。確かにそれは美味しいな。君らやります。よしよし、よし来た。だがしかし、そう簡単にアップデートしてやるわけにはいかん。お前さんの実力を試させてもらうぞ。望むところっす。そしたらこれから言う妖怪を倒してきてほしい。倒してきて、ああやっぱそうやな。妖怪は全部で3匹。こっそり明智にいるお一人様、内緒の横道にいるタコ恨み、そして秘密の抜け道にいるキリスギリスだ。わかりました。ランクアップする準備をして待っててくださいね。その自信はどっから湧いてくるだに。行くよサピョン。行きますか。うわ、何こいつ。あ、こいつがタコ恨みか。ちょっと待って、あいつと似てんねんけど、タコ焼き人と似てるくない。てかダブってるやん。ドロドロの生地身にを包まれたらどんな気持ちいいだこ。たこ焼きになれなかった気持ち、おばにわかるだこ。この恨みバトルで晴らしていいだこ。たこ焼きになれなかった。なるほど。じゃあたこ焼き人がお前の目指すべき場所やったんや。なんでなんかキャラかぶりしてんな。なんでこんなキャラかぶりのやつ出してきたんや。おっしゃ、全部終わらしてきた。おお、全部倒してきたようだな。楽勝っすよ。ふむ、それなら問題なさそうだな。妖怪ウォッチを強化してやろう。やった、お願いします。それじゃあちょっと妖怪ウォッチを貸してみな。オッケー、来た。これで C かな、多分 D は言ってるから C やと思うねんな。でも C で次 B で A で S やろ。結構時間かかるくない。で俺鈴木の方も多分 D とかで止まってるような気がすんねんな。あ、一回上げてもらったんだっけ向こうは。まあでもサブクエクリアしてって、経験値もらってこう。うん。で、ボス戦に備えてレベル上げてこう。これでわし、ワンランク上の妖怪たちがこれ見えるようになったはずだ。やっただに。鈴子、やっただのにね。やっただにね。これでもっと多くの妖怪と友達になれるだによ。うおー、まだ見ぬ妖怪との出会い、これは楽しみですな。大抵 C ランクの進化妖怪って A になるから、この C ランク妖怪結構ありがたいね。じゃあこの辺も消化。なんかサブクエがおもろいねんな、このゲーム。このさ、48枚の生写真おすすめレビュー70って書いてあんねんけど、なんで今出してきたん。ちょっとなんで今出してきたん。でこれあれか、この報酬の憧れのお目目とかって、これニャンパーツや、マイニャンのパーツや。
こういうので集めていくんや。ちょ、これやっていこうか、ドキドキ構成。とりあえずこの辺の、まあなんか、チュートリアル的なミッション終わらしていくわ。ちゃちゃっと。うん。でもこれで終わらすなら多分合成とかもできんやろ。友達が帰ってこないのよ。ちょっと落ち着くだに。何をあんた。怖いだに。そんなに慌てて一体どうしたんですか？口だけ女。最近商店寺で神隠しの噂があるのは知ってる？神隠し？そう、商店寺に行った妖怪が帰ってこないって噂があるのよ。友達も行ったっきり帰ってこなくてさ。それは心配だにね。どこ行っちゃったんだろう、デビビルちゃん。あ、お前デビビルはまさか邪神の塊と合体したかもしれない。あの子には私がいなきゃダメなのに。何それ、おねしょたけ。まあまあ大丈夫ですって、私たちにお任せください。妖怪神隠しの謎、必ずや解いてみせましょう。頼むわよ。なるほど、じゃあやっていきますか。これどうしよう、デビビル行ったっつったんか。あのデビビルの合成素材を探してほしいんじゃがっつって、鬼時間、あの絶望の鬼時間行ったら鬼時間でデビビルの素材を、邪神の塊か、邪神の塊を見つけるまで帰ってくるんじゃないぞとか言われたら俺もう絶望なんやけど。このお寺に神隠しの噂があるのはご存知ですか？はて、そんな噂は知らんが、妖怪を連れ取るということはお前さんもあれかの。あれ？お前さん初心者かの。あれというのは妖怪合成じゃよ。合成？何それ楽しそう、やるやる。てめえ依頼はどうするだに。そんなの後々、お嬢さん合成でどうやるの？合成やる。そしたらやってみる、やってみるか、やってやる、やった、やった、パパッパパッパパー。大森山のジャンボスライダー周辺にいるドキドキを連れてくるのじゃ。そう、ドキドキはスナックが好物らしいぞ。スナックは確かスナック雪女で帰るはずじゃ。ドキドキっすね、すぐと捕まえてきます。捕まえに行くか。っていうかさ、あの雲外鏡これどうなんの。雲外鏡がさ、場所少なすぎて全然飛べへんねんけど。今ミソラの家と、あとあのさすらい草と、あとどこやったっけな、探偵事務所前と、あともう一個ぐらい、青森神社や。今度4つしかないねん。雲外鏡がおらんねん、そもそもどこにも。誰あれ、違う、ドキドキじゃない、モサクって誰ですか。いや違います、人違いです。モサク、人違いです。こいつの名前ジジリーです。上半身がジジリーで、下半身がキツリーなんでジジリーです。こいつなんなんや俺ドキドキが欲しかったのに。あー来た、ちょっと待って、俺今バームクーヘン食ってた。ドキドキ、名前はつけんでいいかな今。マジか。で俺のバームクーヘンまだ途中までしか食ってないねんけど。ちょっと待って、なんか俺は、こいつなんや。え、ちょっと待って、気づかなかった。え、おったっけ今まで。あれ今までおった、あれ俺が見間違え、なんか見てなかっただけ。え、こいつ何、アンドロイド山田。なんだろうこの何とも言えない妖怪。その山田は本物なのか。何それ、その真相は戦うことでわかるのだ。本物の山田なら君の仲間となり力を貸してくれるだろう。え、誰っていうか、どこから。さあ少女よ、君の選択を聞かせてくれ。うわ、これ仲間にするイベントってこと。ああ、その選択を聞いたアンドロイドは熱き鉄槌を下すのだ。あ、これがさ言ってたあれか、3、あの3は全部リセマラができないってことか。絶対にバトル前にセーブさせられんや。なんでこの要素入れたんかわからんけど、まあ別にそこまで文句ねえわこれに関しては。来た、なんかよくわからんアンドロイド山田とかいうやつが来た。どれぐらい強いんやろ。てか今のランク帯で戦えんのかな俺、レベルで。あれ、この BGM どこで聞いたことあんやったっけ。あれや、バスターズのバクロバー G のやつや、ババーン G のやつや、あのレスリング場で聞けるやつや、リング場のやつや。おお、倒せた。でこれで仲間になるかどうかわからへんってことか。結構強かったで、硬かった。 HP も多いんかな。来い。ああ、これ仲間ならへんやつかな多分。果たしてその山田は本物なのか。ここが運命の分かれ道だ。
獄。君が戦った山田は偽物の山田だ。いやね、アンドロイド山田じゃなくてアンドロイド渡辺ってだ。アンドロイド渡辺って誰や。そもそもアンドロイド山田って誰やねん。おい、こいつアンドロイド渡辺やんけ。おいおい渡辺、そんなアンドロイド渡辺は心優しきアンドロイド。落ち込む君にアイテムを差し出すのだ。お前舐めてんちゃうぞ大きなせんべいって。さあドキドキ持ってきましたよ。途中山田に絡まれましたけど。おお、ドキドキを連れてきたか。それじゃあ特別に君にこれをあげよう。火炎土器。そういや今持ったけど、ドキドキって進化なくね、真打ちで。それとドキドキを合成する、ちょ待って、くしゃみが。それとドキドキを合成すればドキドキを進化させることができるぞ。初めてやねんけど、ドキドキの進化とか。はい、これはいつも通りやな。じゃあ合体するか。自ら来る妖怪持ったん。ねえ、おしょさん、もしかして最近ここデビビル来ませんでした？おお、来とったぞ。じゃが、あやつも進化して今はデビビランになったかな。来たー。こいつ大嫌いな妖怪の一人。なぜなら真打ちで全く手に入らなかったから。今の俺様はもうビビってた頃の自分とは違う。確かに口だけ女から聞いてた性格とは全然違いますな。それじゃあこの寺で起きた神隠しってお嬢さんに合成してもらって進化してただけだに。そうみたい。事件解決だにね。合成したくなったらいつでも来なさい。え、これじゃあドキドキ合成させようぜ。ドキドキに進化か。どんなやつやろ。ちょっとドキドキ進化させるわ。あ、待って、こいつも進化なんか合成。一旦ごめんも。ロボニャン。まあ、モテもじゃわかる。え、メラメライオンもなんや。とりあえずこことここ合成させるか。はい。どうなりますか。なんかやば。ドキドキドキ。なんかやばそうなやつになったんやけど。ドキドキドキか。こいつの名前はドンギマリンです。これってさ、豪傑やんな。これロボニャンの代わりにこいつあれにしよっかな。タンクにしよっかな。やっぱやめとこ、こいつスキルゴミじゃん。敵味方全員バトル中に復活できなくなる。まあこれ対戦ではありかもしれんけど、これストーリー的に言ったら敵復活することほぼほぼないからだるいやん。俺がだるいだけやん。やめとこ、縛りプレイみたいになるわ。まだリーフジみたいになる。さあ、じゃあ一個ぐらい器具やっとく。デカニャン気になる。めちゃくちゃこれめちゃくちゃ気になる。やる気ないし全然。あれ、依頼確かに受注したよね。いくら待っても依頼人が来ないだにね。あ、一応こうなんていうの、こういう依頼が来てから受注していいですよって言って本人に来てもらわなあかんね。ここまでデカニャン来れるか。おかしいですね。もう来られてもおかしくない頃ですが。来た。なんだにこの野太い声は。もしかして今回の依頼人が来たのかな。ちょっと外に出てみるなに。なんだかんだハクがちゃんとさ、あの掃除してんのが偉いわ、こいつ。いる？どこにいる？あ、めちゃくちゃでかい。邪魔。げ、バカでか。見つけたらに、あいつは妖怪デカニャンってことは優が依頼人の。そうでふぅ、こらっちが依頼人のデカニャンでふぅ。デカニャンはフィニャンという浮遊霊の猫妖怪がとある事情で巨大化してしまった姿らしいだに。ちなみにデカニャンの時は物を巨大化する能力があるらしいだによ。ちわっち、すずさ不思議探偵社へようこそ。デカニャン、ダイエットに協力してっていう依頼だけど、一体どうしてそんな体になっちゃったわけ。フラチもっと強くなるために雨の日も風の日もさらには嵐の日も特訓してたでふ。それだけ特訓してたら痩せそうなもんだけど。それが特訓した後腹が減ってご飯をバカ食いしてしまったんでふ。特訓してはバクバク食べて気づけばこんな姿になってたんでふ。あ、明らかに食べ過ぎだに。これじゃ強くなるどころかろくに動けないでしょ。その通りでふ、完全に計算ミフだったでふ。
だからどうにかチミたちの力で元に戻る方を探してほしいんです。まあベタなダイエットは走って体を動かすことだにが、お、じゃあさ、鬼ごっことかどうかな。鬼ごっこ、そんなんで本当にダイエットできるだに。痩せられるなら何でもするだにふう。鬼ごっこダイエットお願いするだにふう。こいつ鬼ごっこできるんか。鬼ごっこダイエットってしかもなんやねん。ああもうサイズ感がわからんから間違えて部屋入っちゃったやん。鬼ごっこダイエット付き合ってくれでふう。はい、よろしくでふう。でもお前に、え、どっちが鬼。3分以内に1匹捕まえろあいつをってこと。え、じゃあ捕まえに行きますけどさ、え、どこにいるんやろ。こことかは、この横道、この横道の奥。あ、でもさっきここ通ったからいいんか。あ、待って、ここで駐車場怪しくない。あ、ここ入れへんわ。ここ入れへんやったら意味ない。ちょい。お前鬼ごっこのルール知ってるか。鬼から逃げなあかんねんで、お前から鬼に近づいてきてどうすんねん。お前から近づいてきた今。捕まっちゃったでふう。いや、お前から捕まりに来たんやけど、鬼ごっこのルールあんま知らんかったんかな。だから前から来たし、もう動けないでふう。早っ、いくらなんでもバテるの早すぎじゃない。どうやらデカニャンには鬼ごっこは向いてないみたい、向いてないみたいだに。うーん、じゃあ別のダイエット法、ダイエット法か。どうしようかな。あ、吐くや。でしたらバトルでいろんな技を使えば走るよりも痩せられるのでは。それだ、冴えてる。いえいえ、そんな。なるほど、それじゃバトルでダイエットよろしくお願いでふう。来た、ここでバトルできんや、デカニャンと。なるほどね、久々のバトル燃えてきたでふう。お、デカニャンなんだかやる気マックスって感じだね。いい感じだに、この調子で一気に痩せるだに。もちろんそのつもりでふう。さあかかってくるでふう。ああ、なるほど。え、しかもこれキークエストでボス戦なんやな。それはでも1と2の妖怪全員入れるってなったらそういう感じで詰め込んでかなあかんか。さあどれぐらい強いかな。正直横並びの方が強いと思うねんな、妖怪たちは。バフ、え、これデブニャンじゃないわ。何でっけ、こいつの名前デカニャンか。デカニャンってどんな妖怪やったっけ。俺さ、多分真打ちでも序盤出てきたからあんまこいつの攻撃パターンとか知らんぞ。とりあえず適当にさ、人とでもぶち込んどく。瞬間エモーションラン、はい、オッケー。逃げます、必殺技使います。いや、ボス妖怪はいいね、絶対避けへんから。は、あ、あ、早っ早っ、お前次の技までのスパン早っ。何やそれ。あー、これデバフかな。デバフっぽいな。猫色吐息でバフーン。うわー、全体攻撃プラス取り付きか。しかも避けれへんタイプね。うわー、最悪や。絶対これウサピョン狙われると思ったから逃がしたかったんやけどな。逃がせんかったわ。じゃあちょっとこっち、ちょ、バジャバジャ出して竜巻の術強えな。待って、これくっつけた方がいいな。こうやな、くっつけた方が多分あのコンボ技、追い打ちか、追い打ち出るから。いや、竜巻の術がでも地味に強いぞ。どうしようかな、逆にしようかな。こうしよ、こうしてこうか。で、瞬殺丸は次の行動までが早いからこうしよう。意味ないじゃん、それ。モテモテンって回復やったっけ、必殺技。覚えてね。いやー、これ妖術やからさ、敵の攻撃が妖術やからあんまガード意味ないっていう、タンクが意味ないっていう、きつすぎる。多分回復かな。オッケー、めっちゃ熱いそれ。でもね、それでもね、結構きついんですよね。HP が足りないというか、もう結構限界迎えてるというか。で、盤面にアイテムが、全く出てこへん。容器も出てこへんし、回復の弾も出てこへんし、何も出てこへんねんけど、盤面に。なんでなん、これ。めっちゃきついし、さっきからめっちゃ受けられてるし、クソきついし、なんとかしてほしい。
なんかアイテム、いつもアイテム出してくれてるやん、誰か。横から人面犬とかさ、なんかよくわからん奴らが。アイテム出してくれよ、今日も。やばっす、竜巻の術マジやばっす。やめてくれ。ロボニャン死んだら終わりよ、もう。ロボニャン死んだら終わり。よっしゃー、ナイスー。あぶねー、強ー強い。キークエのボスとは思えへんぐらい強い。経験値でもめっちゃもらえたわ。ボスに関してだけやけど、ボスがちょっと強いぞ。どう、これ冬には仲間になってくれへんかな。というか、どうでふー、バトルで体を動かしてオラッチは少しはスリムになれたでふー。いや、全く。確かにそう言われるとなんとなくほっそりしたような。お世辞入れとく、ここで。そうでふか、何言ってんのさ、ぴょん、全然痩せてないじゃん。ショック受けてもうた。鈴鹿てめえ、せっかくミーが褒めて伸ばそうと思ったのに。ああ、めんごめんご。バトルでダイエットもダメ、一体どうやったらオラッチは痩せられるでふ。うん、そもそも素人の私たちじゃダイエットとかやっぱ無理なのかな。ん、もしかして伝説のトレーナー妖怪なら。伝説の妖怪、え、トレーナー妖怪だに。ブリ隊長か。実は私、桜中央シティのスポーツクラブの常連でして、最近そのスポーツクラブには伝説のトレーナー妖怪がやってきたらしく、彼の最新ダイエット法で妖怪たちが次々と痩せてってるみたいなんです。なんと、ハックン、それってどんな妖怪なの。すいません、実はまだ私もお会いしたことがないもので。いや、ブリ隊長やってる、絶対。行くぞー、ほいっす。最新のダイエット、それならオラチもダイエットできるんじゃ。うん、なんか期待できそう。そうと決まれば桜千代シティのスポーツクラブにレッツゴーだに。行くか、じゃあ。絶対ブリ隊長やけど。おーし、来たぞ、桜スポーツクラブ。この上か2階か3階などっちだっけ。2階やったっけ。どっちかが妖怪専用なんよね。あー、違うよ、3階。待って、誰かいるぞ、これ。なんかいるぞ、どっかに。なんかいる。どこや、これか。あー、なんか乗ってる。お、あ、さとりちゃんか。さとりちゃんや、さとりちゃんや。お前、妖怪ゾーン行けや、ここじゃなくて。私の体重見たわね。見たんでしょ。あなたの心を見ればわかるわ。もう最低、ただに返すわけにはいかないんだから。お前、こう人間ゾーンやから一応妖怪ゾーンでやってくれ、それは。甘んじる来たわ。あの、こっちで甘んじる仲間になってなかったか。そういや、鈴木の方か。これやっぱそうなんや、鈴木と鈴子やっぱそうよな。めいや、大辞典のな場所がちゃうのよ。これ2回大辞典コンプするってなったら2回、それとも後々どっちでもいいよみたいになるのかな。私って食べてもあまり服のサイズ変わんない方なんだけど、最近お気に入りの着物がきつくなっちゃってきてるのよね。頑張れば着れるのよ。でもあなたの友達なら私よりうまく着こなせそうだから、これあなたにあげちゃう、大事に着てあげてね。おきゃんな着物、ちょっと待って、これ気になる。うわ、めっちゃいい。おきゃんな着物、なんで脱いだ、なんで脱いだ。こうで決定か。これめっちゃええやん。服とかも変えれんの、めちゃくちゃよくね。ほら、あ、かわいい。バジャ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 可愛くなってきたやん。でもだんだんほんまに日本の妖怪みたいになってきたけど。あ、お前入れたんや。よく入れたな、デカニャン。いろんな妖怪たちがトレーニングしてるでぶ。さーて、ハックンが言ってた伝説のトレーナー妖怪はどこかな。それっぽい妖怪を探してみるだに。なんかめっちゃみんな走ってんな。ちょっと、こいつは何なんや。これ初めて見るぞ、こいつ。てんてこまえ。かわいい、なんか。あー、動く。この絵が勝手に動くんです。お米がこぼれる。こぼれちゃうんです。なんやこれ、かわいらしい妖怪は。てんてこまえ。あ、俊足もあるや。お、ちょっと待てよ。縦札がある。久しぶりに見たぞ。日本の方では久しぶりに見たな。アメリカではめちゃくちゃ縦札あったんやけど。あー、あれや、あ、はい、わかりました。まあ、ブリー隊ちょっと入れとくか、一応。オッケー。これでブリー隊長仲間になるのかな。ここの場所でどうだろう。で、あいつもいいねん、ナメクジ軍曹も。あ、近いの、近いの。こいつじゃないよな、でも。
なんだあれ、あ、こいつはこれだったっけ、なんだあれ、違うな、だん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 さらさ、こいつやっぱだんだん滑舌が悪くなって聞き取れなくなってきた。もしかしてあなたが伝説のトレーナー妖怪さんですか。トレーナー妖怪、なに、何の音だに、すごいであります。もしかしてトレーナー妖怪さんですか。お前バスターズで鈴木の方いたけど、こっちでは何すんや、こっちでバスターズあるぞって伝えに来たから、ビクトリアー、お、このお方が伝説のトレーナー妖怪。俺はブリ隊長、ワイズアップのトレ、トップトレーナーだ。あ、そっか、なんてっけ、ライズアップか。あ、もうライズアップなんや、時代が。ワイズアップ、ワイズアップは俺が考えた全く新しいダイエット法だ。ベルリアカファー、ワイクライラス、太らない体すごいでふ、オラッチもワザ、え、ワイズアップやりたいです。ほ、ワイズアップ入会希望というわけか、歓迎するぞ。だったらまずは体験トレーニングだ。トレーナー陣集合。トレーナー陣、おい、ネタバレやろお前それ。ちょ、ま、アマンジルの進化おるし、絶対左左、絶対アマンジルの進化やし、ネタバレや。なんかお肉っぽい妖怪ばっかりできた。ワイズアップのおすすめするタンパク質メニューだ。タンパク質は筋肉のもと、こいつは戦って筋肉アップだ。一番右のやつ誰やろ、ダルアマンジルの絶対進化妖怪がいるんですけど、一番左のやつ牛汁ステーキング、あれ誰の進化やろ、あんなやつおったっけ。ステーキングは誰の進化かマジ分からへんな。 OK、 なかなかやるじゃないか、ここまでは合格点だな。だがワイズアップ始まったばかり、まだまだ続くぞ。まだやるの、ちょっと聞いてないんですけど。もうちょっと休ませてほしいで。出た、次は足のエキスパートたちと太ももシェイプアップだ。これ連戦かよ。うわ、あ、いつも通りですね。気になる太ももをエクササイズで綺麗にかっこよくしていくぞ。うー、なかなかハードそうだに。これくらいで寝分けてんじゃ、ヘタレって呼んでやるぜ。きっとヘタレって呼んでやるぜ。今回は俺も賛成するぞ、覚悟しろ。え、嘘やろ、ちょっと待って、これいけるかな、体力的に大丈夫か。ちょっと強そうやぞ。でブリ隊長って物理型やから、ロボニャンをあの縦張って、ロボニャンで縦張ってってやったら多分大丈夫だろう。で左右のやつらも物理型なんで、あのロボニャンに対して打点はないと思います。多いような感じんだけど。 OK、 お前らなかなかコミットっぷりだったぞ。は、コミって、コミットってそれどういう意味。なやこいつ、てかナメクジ軍曹って絶対に仲間にできんのかな、こいつは。納得いかないであります。デカニャンどうだった、なんかちょっと体が軽くなった気がするでふ。それだ、それが、ワイズアップでコミットした結果だ。これならワイズアップならできるかも。ブリ隊長、オラッチを正式にワイズアップに入れてくださいふ、でふ。俺のトレーニングは厳しいぞ、お前にそれが耐えられんのか。もちろんでふ、オラッチはどうしても元の姿に戻りたいんでふ。 OK、 ナイスガッツだ、気に入った。今から俺はお前の専属のトレーナーだ、一緒にコミットしていこうじゃないか。よろしくお願いです。必ず結果が出るはずだ。ビクトリアン、ビクトリアンでふ。やっただに、ミッションコンプリート。うん、デカニャのダイエットこのままうまくいくといいね。スズコありがとうでふ、これはほんの俺でふ。あー、ここでガッチャンや、第18号で。おー、ここでまさかのヌーゲットでありますか。リトルグリーンとかいう宇宙人の特集号でふ、君たちこういうの好きかと思って持ってきたんでふ。あざーす。でもさ、なんでデカニャンがこんなの持ってんの。ん、スズコそこは飲み込んでほしいでふ。これは大人の事情で、ラジャーであります。そうだ、お前らも一緒にコミットしていくか。遠慮しとくだによ、ワイズアップはハードすぎるだに。ですです、私は小学生だし、まだちょっと早い的な。OK、 だったらこのスポーツクラブを紹介してやろう。え、安心しろ、ここのトレーニングはワイズアップほどハードじゃない。いやいや、ちょっと待ってくださいよ、そもそもトレーニングする気なんか。ここのスタッフは優秀だ、しっかりとトレーニングを積めばビクトリアン、パーフェクトなボディになれるぞ。さあ、俺がちゃんと話しておくから1階の受付に行ってみろ。あ、ありがとうございます。いろいろあったけど、とにかくいれば解決だにね。あ、これ冬にゃんにならへんにゃ、デカにゃんのまんまなんや。
そしてブリー隊長は別にここで仲間になるわけではないと。じゃあ下の説明一回聞くか。まあ多分あれやろ、いつも通りの説明やと思うねんけどな。あ、そこのお客様ちょっといいですか。君たちですよね、ブリー隊長が紹介したっていうのは。はい、でも小学生にスポーツクラブは早すぎませんかね。あ、ごめんなさい、関係あるのはそっちのウサギさんですね。ミーのことが見えるなに。何を隠そう、ここの3階は妖怪専門のスポーツクラブなんですよ。それはなんとなく分かってただに。妖怪のお客さんには、そこでいろいろなトレーニングを受けてもらえるんです。あ、やっぱそうよな。あ、これ2の時もあったやつやもんな、 GP 貯めてっていう。うん、勝ち抜きバトル、ミッションバトル、連続ボスラッシュ。はいはいはい。でこの妖怪も知らないね、このパンの妖怪もね。この妖怪も知らないね。これはいつも通りやな。ここの限定のボスとかもおるんかな。3、いや2の時はおらんかってんけど、3やといそうな気がするけど、どうなんやろな。これなかなかやりがいがありそうですね。頑張るのはミーたちだけどに、だけどダニ、ご利用の際は私に声をかけてくださいね。はい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 。まあこれはいつも通りっすね。はい。いやマジでサブクエもボリュームやばいな。しかもおもろいし、ちゃんといいね。